坂本隆一さんの親に理由があもともとその音楽家って本当に音楽そのもので金稼いでる人ってあんまりなくて音楽をやる人間が好きっていうのでその人間に対して投資をするっていうのが額が大きかったりするんですよね。 別に音楽そのものが好きだったらライブなんて行かなくていいんですけど大体そのじゃあビーズ好きっていう人ってビーズの曲が好きなだけでビーズのライブとかマジで興味ねえっていう人ってあんまりいないんですよ。ビーズがライブやるって言ったらその生で動いてるそのあの稲葉さんが見たいとか松本さんが見たいっていうので結局人間が好きに入れ替わるんですよね。 なのでその割とその人間が好きっていうところを切り離して音楽だけで稼ぐっていうのができ,たのできるのってもう死んじゃってる人とかクラシックの作曲家ぐらいで基本的にはその現代で生きてる音楽家っていうのはその人間が好きっていいううところででまく金稼いでんですよねなのでアーティストでファンクラブがないアーティストのグループってほぼないと思うんですよ。 大抵そのあのあレーベルとかに所属してるあのアーティストってなんかファンクラブっていうのがあって毎年毎年お金を払うっていうのがあるんですけど別にお金の取り方としてまあライブって難しいよねとか CD 最近みんな買わないよねっていうのがあってでじゃあその YouTube でライブやってスパチャもらいますとか。 でその一生ライブであのの、まあ、投げ銭もらいますっていうのでその人間に対して投資をもらうっていうのはまあ昔からあることなのでそれがそのたまたまイチだったり YouTube っていうのが新しく見えるっていうだけだと思うんですよね。 MSSP っていうあの一応音楽グループがあるんですけどもともとバンドなんかやっても有名にならないからよしじゃあニコニコ動画っていうところでゲーム実況やって有名になろうっていうのになってでゲーム実況やって MSSP すげえ人気者になったんですけど音楽活動をやるるよりゲーム実況の方が儲かるっていうコロナ禍かなんかであのライブやりますって言ったらまあコロナでライブできませんっていうのになってで YouTube で仕方ないからライブを YouTube で流して1日のスパチャがなんか。 3,000万人いったとか5,000万人いったとか何かねその数字が人によって言ってること違うからよくわかんないですけどまあただなんかあの数千万円一日でスパチャ行ったらしいんですよっていうのがあったりするのでその音楽で食ってくっていうのであればもうその,あの人間に対して興味を持ってもらってでそれがじゃあそのライブできないんだったらスパチャでもらうっていうのはあの今後もずっと続くんじゃないかなと思いますまあ音楽そのもので食っていこうとするの1億なのスパチャすごいよね音楽そのもので食っていこうとするのであれば曲の提供みたいなんであの要はあの なんとか p さんって呼ばれる人たちとか曲の提供してでその曲をなんか有名な人とかが歌って、まあ、お金が儲かるっていうそういうモデルをやってたりもしますよね。 よしきさんや坂本隆一さんなど、なぜあんなにも良い曲が書けると思いますか？脳の構造ですか？それを僕に聞いても、多分、正解は出ないと思うんですけど、ただ、音楽の才能って、九、えー、割遺伝って言われてるんですよね。なので、よしきさんと坂本隆一さんの親に理由があると思います。ひろきさんは、自分が末期がになったら、そのことを教えてほしいですか？はい時間が短いのであれば、その間にやりたいことをやったりとか、なんか後始末をつけたりとか、いろいろあのやりたいことはあるので、多分。 あんのかな？<laughs> どうなんだろうね。あの1年後に死にますって言われると、じゃあなんかあのオーロラ見てから死ぬとかなると思うんですけど、3日後に死にますとか言われたら、まあ別にもうあんまりやれることないよね。何食いたいとかもないしで、別になんかお別れの挨拶とかも別にないと思うんですよね。なんか死ぬ前にこの人にこんなこと伝えたいとかもないので。 で言ってもせいぜいなんかこういろんな人になんか感謝の言葉をな述べるみたいな,なんかあのお涙頂戴的なことをやったとしてそれやって楽しいかっていうなんかむしろその自分の周りの人になんかこう感動してもらうために感謝の言葉を届けるみたいなたった3日しかない僕の時間をそれに使うっていう方がもったいねえなっていう気がするのでなんかゲームとかやってんじゃないかな。ご飯食いたいとかもなんか多分そんな,なんかこれ食いたいとかもない気がするんですよね。 あ,あればもう食ってると思うんですよね、これ食いたいとか。で、なんか1年後とか1ヶ月後だったら、もうワンチャンこれかなみたいなので、いろいろサイボーグ化する可能性あるんですけど、内臓の癌であるとかあったら、もう内臓を全部人工臓器に変えるのはありなのみたいなので、ある程度、その時間と時期によって、いろいろこう、あの試行錯誤するんじゃないかなと思います。むかつくやつをいじめたい。もうそれあったら、もう僕、すでにやってると思うんですよね。 えー、ピアノ講師女お,おじが大脳生理学者ベイビー誕生後すぐに反射や目からの情報を利用し脳に刺激を与えることで神経細胞の死滅を防ぐことができその後シナプス増加につながるという研究をおじがしていましたその研究のピアノにつながることだけを求め0歳0ヶ月から実践することで手の形が最初から良かったりピアノ学習がスムーズにすることが期待できます音楽の世界で役立ってもらうためにはどのような方法で広めていったらよいと思いますでしょうか論文を書いてください おじさんはもういないななのかなしてましたっていう過去形なのでなので,なのであのきちんと論文を書いてでそれを立証させればそれなりに評価されると思うんですけど結局その論文のレベルにならないとそう言ってる人がいるよねで終わっちゃうんですよね。 その教育メスを受けた子と受けなかった子っていうので,で多分そのもるもるチャンネルさんはそのおじの受けたから今ピアノ講師としてうまくいってるんだというふうに思ってるのだと思うんですけどおじの研究を全くしなかったとしてもピアノ講師になれたかもしれないんですよ。音楽系の家家庭ににっていていピアノがあるから 結果ととしてそのうまくいいったというだけでそうじゃないかもしれない。でも、おじの研究成果かもしれないなのでそれはどうなのかっていうのをその0歳の子供を100人集めておじの研究メソッドをやったことをやってないことが結果どうなりましたかみたいなのを論文として発表できるレベルまで持っていくと確かにそうだよねって立証そのあのされることになるんですけどその立証の部分を端折っちゃって私はうまくいってるからおじが正しいってなっても他の人を説得するっていうのはちょっと難しいんじゃないかなと思います。 最近の若手のアーティストの逆曲が良いものが多いとい感じています。何が要因だと思いますか？多分、やんの十代、二十代の若手も優れた人が多いですか？えっと、多分、この hn さんって、十代後半だと思うんですよね。今までの,なんかそのちゃんと調べたわけではないですけど、なんだかんだ言って、統計でこうだよねって言われてるのが、十代後半に聞いた。音楽に人はずっと影響され続けるっていうのがあるんですよね。 まあ、僕でいうと80年代に聞いた曲とかっていうのが結構その覚えてたりして。だから、あの歳とってからカラオケに行くと80年代90年代に聞いた曲っていうのを歌ってしまうみたいなのがあってっていう感じで、その10代後半から20代前半にかけて聞いた。音楽っていうのが記憶に残るし、印象に残りやすいですよね。だから、その高校生の頃に見た映画のその。 に流れてるテーマ曲だったりドラマだったり「愛はかつかのやつとかねっていう感じだったりそのあのミスチルというクロスロードだったりとかっていうのが、まあ、僕の時代そんなのだったんですけどあと「LR」っていう一発屋だったり「トラブリュー」だったりとかっていう感じだったんですけどっていう感じでこれって音楽的に優れてるんじゃなくてどの年代もみんなそう思ってます。<laughs> 僕より10年ぐらい前に生まれた人は僕より10年前ぐらいの音楽が最高って思ったりするんですよなんかグループラサウンズ最高とかあのビートルズ最高とかドリカム最高とかねクロスロードでしたねミスチルははい <laughs> あのミスター・チルドレンってクロスロードっていう名前の曲で何かのドラマのタイアップかなんかで結構知名度が出たんですよで僕そのクロスロードの曲がいいなと思ったんですけど 一般的には、ミスチルはその後の曲のが有名だったんじゃないですかね。私は三十代後半です。すいません。<laughs> <laughs> それなりの年齢いった人であの自分の聴いてる曲に影響される人いません最上級の幸福は死後もなお他人に覚えてもらうことだと考えてるんですがひろゆきさんの考える人間の最上級の幸福って何だと思うんですか死んだ後とかどうでもよくないどうやって確認するのそう例えばじゃあさ死んだ後にもあなたのことをずっとたたえますって言っててさ死んだ瞬間にさけって言って唾吐かれてさ死体蹴られてるかもしれないじゃんわかんないじゃん わ <laughs> かりもしないものを期待してどうすんの <laughs> 死んだ後はだって自分はもういないんだからさどうでもいいじゃん、えー、ひろゆきさんが亡くなった後でもこれらの録画残り続けるのでしょうか残るんじゃないですかねまた切り抜きはその後増え続けるのでしょうか多分り残り続けると思うんですよねで多分なんかのサングラスをかけた西村ひろゆかないっていう人がずっと喋り続けてそれをまた切り抜く人がいて多分あのずっとその切り抜きワールドにはなんか西村ひろゆき的なるものが残り続けるんじゃないですか